5月の31日にパンデミック条約反対のデモ集会みたいなのがありましたよね。まあ本当にたくさんの方が参加してですね、本当に参加してくださった皆さん、日本のためにありがとうございます。まあ本当にあの映像を見てて僕は行けなかったんですけれども、やっぱりこれだけたくさんの日本人がいろんなことに気づいてね、そして行動して立ち上がって声を上げているっていうのは本当にすごいことだなと思ったし、これが日本の希望だと、本当に思いました。まだまだ日本これからだぞと、もちろん敵はでかいのでね、でかすぎるので、まあそんな簡単なものじゃないんだけれども、でもちょっと日本人なめんなよっていうね、まあそういうのはだいぶですね届いたんじゃないかなというふうに思っています。まあなんで5月31日にあのデモ集会が開催されたかというと、5月27日から6月1日までが WHO の総会だったんですよね。第77回目の総会がありました。その総会の中でパンデミック条約と IHR の改定ですね、国際保健規則の改定を通したかった。これがまあ一つの目的、大きな争点になっていたんですけれども、パンデミック条約に関してはもう全くまとまらず、1年延長になりました。でこれはちょっとホッとする部分もあるんですが、延長になっただけなので、これなくなったわけではない。なのでまだまだ油断はできないんですけれども、まあとりあえず決定はなかったと、合意には至らなかったということなんですね。でもう一個、でも元々言われてたのが、パンデミック条約はまあ通るのが難しいから。そこをカムフラージュにして、IHR の方が、まあ、本命なんじゃないかっていうようなことも言われていたんですが、まさに今回その通りですね。IHR はスルッと決定してしまったわけですね。IHR の改定が。で、IHR の改定もかなり内容がもうえぐいんですよ。かなりやばいと思っています。まあ、最終的にどういう案になったのかっていうのはまだよくわからないんで、これからきちんともう一回ね、調べていかなければいけないことだと思うんですけれども、これ、IHR 改定の内容も問題なんだけれども、今回の可決の仕方がやっぱり今回も WHO のルールにのっとっていない、反したやり方で、無理やり決定してるんじゃないかということが言われているんですね。でそれは一つ目がですね、通常であればその何かこれ改定する場合っていうのは4ヶ月前にはその内容を提示して、そして各国が、国で協議をして、それに合意するのかもしくは反対するのかっていう議論をする時間がいりますよね。内容によっては。そして、議論してそれを OK を出すのか、もしくは日本という国としては反対するのかっていうのを決めるわけなんだけれども、今回は直前まで案がずっと練り直されていたわけなんです。そして今回の WHO 総会、5月27日から、6月1日までの間にもいろいろこう修正がされていたらしいんですね。そして直前に出された案で、最後意義はありませんねということで決定してるんですよ。だから内容がよく分かってないんですね。しかもその国に持ち帰って話し合う時間もないわけじゃないですか。だって4ヶ月前に提示しなければいけないっていう WHO の中にルールがあるのに、もう数分前とか数分間、じゃあ実際には分かんないですよ、1時間前なのか2時間前なのか分かんないけど、まあとにかく1日もうない時間で、最終案が出されて、そしてあのみんなで決定したっていう形になってるんですよ。こんなことがもしあり得るんであれば、何でもやりたい放題じゃないですか。何でもやりたい放題ですよね。直前にこういう案を変えて、で、意義はありませんねって、そこの、参加してる担当者だけで、動揺して、決めるっていうのが、まずこれそもそも、問題なんではないかっていうことが言われています。これもう詐欺師のやり方ですよね。もう言葉が悪いですけども。それが、一つ目のおかしな点というふうに言われています。そしてもう一つが、採決を取るときに過半数ぐらい、まあ定速数っていうのかな、ある程度加盟国の人たちが、まあ、半数以上参加していないと、そもそも何かを決定するときにいけないっていう最低限のこう何人定速数っていうのがあるんですよ。それに満たなかったんじゃないかっていうことが言われてるんですね。要は3分の1ぐらいしか全体のそこにいなかったんではないかと、その決めた時に IHR の改定を、決定した時に、全体の3分の1ぐらいの国しか参加してなかったんではないかと、その場に。でこれはもし3分の1
しかいなかったとしたら定則数に満たないので、そもそもそこで決定したことは、決定としては見なされないんではないかということが言われているんですね。でその定則数に満たしている人数でそこの中で過半数を取らなければいけないのにもうめちゃくちゃ、少ない参加国なのに、もう可決してしまっていると、いうことが言われているので、あ、これはこれも大問題ではないかと、WHO の元々のあるルールに則っていないんではないかというふうに言われています。この2つがだからルール違反ということですよね、にもかかわらず、それを WHO が平気で堂々とやっていると、しかも今回そういうことがね、もうおかしいおかしいおかしいっていうのは日本からだけじゃなくていろんなところで言われていたのにまた同じことを堂々と、恥ずかしげもなく、イカ様のようなことをやっていると、これは本当にねおかしいんじゃないかということを言われています、これ少し前に原口和弘議員の動画の中で及川幸久さんとかあと林千佳先生とかがね出られていて、ライブ配信をやっていたんですが、まあ、その中でねそういう話が結構出ていました。その中でも誰かが言っていたんですがもう WHO と交渉するっていうもう段階じゃないと、もう交渉すらできない相手なので、もう脱退しかないよねっていうふうに、僕も思います。もう今のままだとね。本当にもっといい、なんだろう、WHO がきちんとした団体になってくれれば、客観的にね、いい団体になってくれればいいんだけれども、とてもじゃないけども、そうじゃない。まあ、お金の流れを見れば一番わかりやすいですよね。お金を出しているのが誰なのかっていうことですよね。そしてさらに、またこの WHO にたくさんの資金が必要だから、また加盟国、まあ、各国からまたお金をね、出しましょうっていうことも決まってるらしいんですよ。だから日本もまた WHO に多分たくさんお金出すと思いますよ。このままでいくと。だから本当に林千佳先生が先頭に立ってね、あと原口和弘議員とか、まあ皆さんがそうやって声を出して活動してくださっているのは本当にありがたい。ことだなと思いますね。もう本当にそれが日本の救いだと思っているんですが、党を超えてね、本当にそういうことを声を上げてくれる国会議員さんがもっともっと増えてこないと、ちょっとやそっとではこれ止めれない流れというか、結局大事なことって国会議員さん知らないんですよね、みんな。じゃあ誰が進めてるんだってことじゃないですか。今回の、パンデミック条約や IHR 改定に関しても、厚生労働省とか外務省が、ま、担当になってるんですよ。でそこの厚生労働省とか外務省の誰がこれ決めて、誰がそれに賛成したりとかね、してるのかってことなんですよね。で、国会議員ですら、その IHR の改定案、草案を日本がどういうものを出してるかっていうのも聞かされない。教えてくださいって言っても教えれませんっていう風で、開示されないんですよね。もうめちゃくちゃですよね。だから僕らはどっかで、その国会議員さんが日本の国をなんか動かしていろんなことを決めたりとかしてるようなイメージを持ってるんだけど、実は大事なことっていうのは国会議員さんも知らないうちに進められているものが多いということですよね。